はい、皆さんこんにちは。スイコ川太郎のゴム手です。これね、編み上がりました。プロケイトさんのワルツを使って編んだ靴下です。こんな感じになりました。ちょっとね、ここでくっきり色分かれたみたいな雰囲気になってますけど、これもね、あの元からの毛糸の色合いみたいな感じですね。こっちもここでね、色分かれたみたいになってます。あの単色に見えてて、まあ、単色ではないんですね。この糸すごくね、色がなんていうのかな、同系色なんですけれども、途中でうっすらとこう色変わってるような、こんな雰囲気になってます。ここから柄変えているんですけれども、ここまでの柄がね、思ったほどくっきり出なかったんですよね。表目と裏目を使って階段状になるように柄を入れてみたんですけれど、やっぱりこの糸そのものがポコポコと膨らんでいるところと細いところとがあるので、どうしてもね、こういう表目と裏目だけの柄っていうのははっきりくっきり出ない感じですね。これはちょっと、失敗ではないけれども、次の参考にしようかなと思います。はい、まあでもうっすらとでも柄入れたんだっていうのがね、分かればそれでいいかなこういうね、透かし模様入れてみました。で、透かし模様はやっぱりね、かぎ針がね、透かし模様を入れるのは綺麗に出ますけれども、棒針でもこんな風にね、透かし模様できるんですよね。で、こんな風に透かし模様入れたんですけれど、あんまりね、こう透かし模様を入れるとなんていうのかな、ぴったりフィットしないんですよねなのでここら辺すごくね、履くとちょっとブカブカしたような感じになるかなって思います。なのでね、一つ考えたのは、この透かし模様の穴のところにちょっと可愛いリボンでも通してギュッて結んでやるとね、下がってこない、ここでギュッと結べる靴下になるんじゃないかなとかねそんなくだんないことを考えています。でもいい感じに出来上がったので、これまた普段に履いてね、使っていこうと思います。実はこれまだね、乾いてないんですよ。こっちの透かし模様のところらへんはいい感じに乾いたんですけど、目をつませて編んだところはね、まだね、ちょっとしっとりしてるんですね。で、この後また陰干ししておこうかなと思ってます。で、サイズはね、いい感じにぴったりになってます。はい、また乾いたらね、着が取ろうかなと思います。はい、それでは今日もね、こちら編んでいこうと思います。こちらはね、イタリアの糸ですね。イタリアの糸、ミッソーニっていう名前なのかな。こちらの糸編んでいきます。編みながら雑談していきます。裏側の段ですので、裏目で全部編んでいきます。はい、で、今日は実は朝からね、畑の方行ってきました。実は畑でね、先日畑の下、防空壕の入り口のあたりまで草刈りをするのにね、手伝いに来てくださった方があったんですけれども、ちょっとね、畑で会おうかということでお会いしまして、話してきました。で、まあ話は、まあ、10分15分ほどで済んだんですけれども、その後ね、まあせっかく来たからっていうことで、気になってたところね、ちょっとヤブのようにいっぱい笹とかイバラとかが生えていたところ、隅っこのところね、角のところがあったんですけれど、そこをね、草刈りしてきました。ちょっとね、撮影してきてます。ビフォーアフターみたいな感じですけどね、ちょっと見てください。どうぞ。はい、秘密基地の畑の方やってきました。今日はですね、この奥の一角、ここをね、この一角をこの奥のここまで刈ろうと思います。はい、ちょっと草刈りしてみました。まだね、1m×1m ぐらいの範囲しか刈れてないんですが、まあね、草がこんな風に山積みになってきています。でね、ここの、畑ね、ダンゴムシがね、めちゃめちゃ大きいのがいるんですよね。普通サイズのダンゴムシ、これがね、あ、逃げられた、あ、いてない。ちょっとね、ダンゴムシじっとしてないからね、撮影しにくいんですけど、一番ちっちゃいのが普通サイズのダンゴムシです。大きいサイズのがね、どっか行っちゃった。これほら、めっちゃ大きいでしょ。逃げられちゃった。ちょっとね、じっとしててくれないので、なかなか撮影しにくいんですが、
ここのダンゴムシ超特大サイズです。すんごい、ほらこれこんな大きいの。比較できるものがないとちょっと大きさわかんないですけど、めっちゃ大きいですね。まあ、それだけね、土の中に分解しないといけないものがたくさんあるっていうことですね。はい、30分ほど草刈りしました。こんな感じで、まあ、2m×2m ぐらいの面積草刈りできました。ここまでね、畑広がったということですね。こうやって見たら、そこのねスナップエンドウの畝、ここが畑の一番端だったんですけれども、これだけの分面積が広がったということです。でね、ここの畑、ここのね、今草ぼうぼうだったところの土なんですが、もう本当にふっかふかになっていて、本当に腐葉土が降り積もった後のようないい土になってるんですね。ちょっとね、こういう小石とかもいっぱい含まれているんですが、ね、少しかじったら、例えばかぼちゃとかね、そういうものだったら全然普通にね、茂るだけのポテンシャルのある土が出てきましたので、よかったと思ってます。でね、あんまりね、こう厳密に草を全部避けて畝を立ててって植えなくって もうこのまま穴掘って苗を植えつけると出てくると思います。そしてね、気になるのがね、人んちの畑にこうやってゴミ捨ててくる人がいるんですよね。ここにもありますね。こういうのがね、ものすごい嫌なんですよね。すぐ横にね、人が歩く道があるので、歩きながらこういうのポイポイ捨てていかれるんだと思います。まあ、なってないなって感じですね。はい、もうそろそろね、時間切れ、帰らないといけない時間が来たので、ここら辺でもう作業置いといて帰ろうと思います。はい、こんな感じでね、お昼前、まあ、半時間ほどですけれども草刈り行ってきました。もうね、汗だくになりました。 T シャツがね、汗絞れるぐらい汗かきましたね。でちょっと軽く今脱水気味です。しっかりね、水分補給したんですけど、まだね十分に行き渡ってないような感じで、あ、くたびれたっていうような、そんな感じがしています。まあね、私は脱水に強いのでね、それでしんどくなったりすることはないんですけれども、で、今日ね、また夕方からこの畑にもう一回ね、行かないといけないことがあるんですね。今度もまたお人と会う約束があって行ってきます。だから作業はね、そんなにできないと思うんですけどね、ちょっとね、お話聞きに行ってきますね。ここのところ、実は、子どもさんの教育関係のことで、まあ、私にお仕事をしてほしいっていうふうに言ってきてくださる方が複数ありまして、今日はまあ家庭教師かなみたいな感じがあるんですけど、その他もね、いくつかお話来てるんですよね。でまあ、それお話いろいろ聞いて、で、まあ、私の時間が許す範囲であればね、協力させていただこうかなというふうに思ってます。なのでね、私もね、やっぱり、まあ、YouTube もやってるんですけどね、 YouTube 一本撮っても50円とか60円とかそのぐらいしかお金になってないんですよね。なのでちょっとちゃんと働いて収入を得ないと毛糸も買えない状態になってるんです今。アパートタイムで期間雇いみたいな形なんですけれども、ずっとずっとのお仕事っていう形じゃないんですけれどもね、ちょっとちゃんと働こうかなと思ってます。で、不定期配信みたいにしていくかもしれません。そういうことになってくると、だいたい土日はね、私旦那さんが行ってるので撮影ができないんですね。で金曜日に、まとめて撮影しておいて、で土曜日と日曜日の分っていう形で投稿を出すように今まではしてきたんですけれども、それがね、もしかしたらできない可能性もあるんですよね。ですので、まあ、大体土日はお休みになるというふうに思っていただいた方がいいかなと思います。まあ、できる限りね、喋りたい内容がある限り頑張ろうと思ってるんですけれども、その点ね、ご理解ください。でそういう状況がもうずっとずっと続くというわけではなくって、本当に一時的なものだというふうに思っていただいたらいいんですけれども、まあ、せいぜい1ヶ月続くかな、続かないかなぐらいだと思っていただいたらいいかなと思います。平日であったとしても、もしかしたら急遽ね、今日はちょっと投稿無理っていう場合もありますので、
できたら投稿した時にすぐに通知が行くようにベルマークのボタン押しといていただきましたらね、私が投稿した時すぐ分かると思いますので、ベルマークボタン、通知ボタンポチッと押しといていただいたら嬉しいなと思います。はい、それとまたねちょっと お話の内容がガラッと変わるんですけれども、今ね夏分蜂の時期に入ってきてるんですね。うちの巣箱は新しく取り入れた蜂さんたちがねほとんどなんですよね。池のそばの畑も新しく分蜂を取り入れた、巣箱ですし、うちの裏にある巣箱も分蜂を取り入れた群れです。でそれからジャガイモの畑の方にね置いている巣箱も、これも分蜂を取り入れた今年から始めた群れなんですね。もともとのね巣箱を置いているところ、これはもうずっとそこにあった巣箱なんですけど、なんかね今年調子悪いんですよね。蜂がちょっと小さくなったり、あの小出しをしていたりするんですね。放置出し、蜂の幼虫を外に掘り出すっていうようなね、そういう行動が多く見られたりするんですよね。ちょっと調子悪くって、夏分蜂はしそうにないかな、蜂数がまだそこまで十分に増えてないかなっていうような感じなんです。だから今年は夏分蜂ないかもしれないんですけれども、去年ね蜂友さんのところに持って行った巣箱があるんです。でその去年持って行った巣箱の方をだいぶね蜂数が増えてきたなんていうようなことを聞いてるので、一回それもね見に行っておかないといけない。でもし必要であれば蜂友さんと2人で協力してね継ぎ箱をしてやらないといけないなと思ってるんですね。巣板が上からだん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 伸びてくるんですけど、その巣板が下までついてしまうと育児スペースがなくなってくるんですね。なので下にもう一段足して十分に広く取ってやる必要があるんですね。なのでねもう一段下に継ぎ箱してやりたいなと思ってるんですけれど、それがその作業がね多分一人では無理なんです。で一人が箱を持ち上げている間にもう一人が下に新しい箱をさっと差し入れてね、どういうことかって言ったら、ちょっとこの子たちを使って説明しましょうかね。で今ねこういう風に巣箱が積み上がってるっていう風に思っといてくださいね。わかるかな、はい、下の段と上の段があって、上の段にはだいたい蜜が溜まっていたりします。でここで育児していたりするんですね。で、この下までずっとね全部巣板が覆ってしまっているともう下に伸びられないんです。なので下にもう一段新しい巣箱をよいしょって入れてやらないといけないんですね。ところがこのよいしょが重たいので一人で持ち上げてる間にもう一つをこう入れてやるっていう作業ができないのでね、一人が持ち上げてる間にもう一人が協力してねこれを下に置いて、でそっとこれを下ろすっていう作業をしないといけないんですよ。でこんな風にね三段重ねの雪だるまみたいな感じでね重箱を重ねてやらないといけないんですね。はい、でその作業をしに行きたいなと思ってます。で多分なんですけどまだ十分に蜜は溜まってないと思うんですね。だからもし蜜がパンパンに溜まってたらここで切って上の重箱を取ってこの中にある蜜を採蜜することができるんですけれど、まだねすごく弱い群れだったのでそれをしてしまうと、ね、群れ自体が弱体化してしまうので、それはできないかなって思ってます。で、ね、蜂友さんもねすごく忙しくされてるのでいつでも OK っていうわけにいかなくって、お時間のある時にね私が合わせて、まあ、作業しに行くっていう方法を取らないと、行っても私一人でできないのでね、はい、お互いの都合を合わせてやろうと思ってます。でそしてですねうちの裏の方に置いた巣箱、これもね、結構調子がいいんです。っていうのはすごい暖かいところ日がよく当たって蜂たちにとって過ごしやすい場所なんでしょうね。結構蜂数が増えてきてるんです。でこれももうちょっとあと1週間2週間ほど置いたら、そろそろ継ぎ箱をしてやらないといけないかなと思ってまして、でその時またね蜂友さんに来ていただいて手伝っていただこうって思ってます。
はい、こんな感じの編み地になってきています。ちょっとねポコポコと大きく穴開いたような感じのね編み地なんですけれども、まあ、これでちょっとねふわっと首元に巻くようなものを 肩にね巻くようなものを作れたらいいかなと思って編んでいます。まだまだまだ糸あるので十分な長さできるんじゃないかなと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。